全力ぶっちぎり、マキピロ君と。いやでございます。はい、今回はですね、キングダムコラボの考察動画になります。はい。で、9月の1日金曜日0時からということで、この動画が上がってる頃には、もうガチャはとっくに開催されております。はい。はい。ということで、まぁ、ちょっとね、本当はもうちょっと日にちくださいよ、運営さんって思うんですけど、うん、もう始まっちゃってるのはしょうがないので、しょうがないな。少なくとも、とりあえず、俺の調べたキャラの情報、それを、まあ、元にね、皆さんが引くかどうかって判断される方もいると思うので、はい。とりあえず、その情報を皆さんにお届けしたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、まずは、一つ目のキャラクター、シン。シン。総合評価の方は A とさせていただきました。バクアクの実は過激盛りでいいんじゃないかなと思います、うん、はい。で、英雄の証線形の章、これはね、高難易度で使用するならで問題ないと思います、はい。特徴の方が対応ギミックのアビリティが超アンチ重力バリア、アンチウィンド、アンチ減速壁、アンチ転送壁となっております、うん。まあ、これは天魔の6の適性のキャラクター、はい。で、重力バリアキラー、あと非属性耐性 M、壁 SS ターン短縮を持っております、うん。ということでアビリティの詳細いきましょう、うん。超アンチ重力バリアは重力バリアに触れると一度だけ加速します。そして重力バリアキラー、重力バリアをまとっている敵に対してキラー効果 1.5倍、はい。非属性耐性 M、 こちらは非属性攻撃を 50% カット、うん。で、壁 SS ターン短縮は触れた壁面数に応じてストライクショットのターンを短縮すると、はい、最大4ターンとなっております、うん。で、天魔の6についてちょっと触れたいと思います、はい。超バランス型の補正が 1.54 倍になります。あとね、さっき説明した重力バリアキラー、こちらが 1.5 倍なので、これを掛け合わせると 2.31 倍、うん。プラス非属性耐性 M、 これは敵の攻撃、あとね、ダメージウォールの火ダメとかを軽減してくれます、うん。だから、まあ、確かに天魔6かなりこう優秀なキャラクターの方かなと思います、うんうん。特に天魔の6の適正のキャラクターってキラーってバイタルぐらいしかないから、あ、それ考えると、まあ、かなり優秀なキャラクターになるんじゃないかなと思う、はい。友情コンボ、はい、長距離クロス分身だ、うん。で、新バランス型で重力バリアキラーを持っております、はい。そしてガビマル、うん、最近のキャラクターではあると思うんだけど、はい、まあ、これも弱点キラーを持っとるというところで、うん。まあ、ガビマルに関しては弱点に当たらないとこのキラー効果って適用されなかったけど、うんうん、この芯に関しては重力バリアさえまとってれば、まあ、キラー効果が適用されるので、うん、まあ、その分ね、火力は出しやすいんじゃないかなと思います。サブユージョの方がラウンドバースト、うん。ラウンドバースト持ってるキャラクターってちょっと、まあ、難しいなと思ったんだよね、うん、うん。他でちょっととりあえずジャック・ザ・リッパーを、引き合いに出しました、はい。まあ、重力バリアキラー持ってるからジャック・ザ・リッパーの 1.5 倍になるんだけど、うん、なんかね、基本的にこのキャラクターって高難易度で使えそうなイメージだから、あんまりラウンドバーストって意識しなくていいような気がする。おまけ？そこまで伸びないんじゃないかなとは思う、うん、うん。ストライクショット、はい、こちらは22プラス4ターンの最大26ターン、うん。触れた最初の敵に攻撃、うん。ということで、まあ、弱点があればチャッチャッチャッチャキーみたいな感じでね、うん。まあ、結構火力出るんじゃないかなと思います。まあ、さっき言ったね、超バランス型の補正、重力バリアキラー、この辺も適用されると思うので、はい、うん。まあ、だいぶ火力的には伸びるんじゃないかなと思います、うん。ちょっと倍率の方とかはまた後日お伝えしたいと思います、はい。使いリクエスト、はい、ゴーゼスディビジョン、爆絶タモアンチュ、言い方、え、言い方、今福山雅治君に超絶はヒヒロカネ、ミスリル会、職員会など、うん。で、超究極はダインスレイク、そして近畿は裏1、天馬が6、うん、うん、となると思います、うん。まあ、他にもね、ひょっとしたら結構ボロボロボロって出てくるかもしれないけど、まあ、大体これぐらいかなと、はい、いう感じでございます、うん。で、相性のいいキャラクターや、ライバルっていうところなんだけど、うん、まあ、基本的に重力バリアキラー、これを活かしたいキャラクターだから、やっぱり重力っていうことをまあちょっと重点的に考えて、うん、重力、ウィンド、減速壁、ここでピックアップされるキャラクターというのはリムル、ネプトゥーヌス、ビリカなど、まあ、テーマ6やね。そうやね、リムルとシンどっち使いますかって言われたらごめん、リムルやそうなっちゃいそうやけどな、うん、って思う。やっぱ HP の管理、友情火力とか、うん、
まあ、サクサクいけるっていうところもあるし、ね、安心安全っていうところもあるので、まあ、割合とか考えるとやっぱりリムルなんじゃないかなとは思うんだよね、うん、だから多分他でも多分適正もらうんちゃうかなと思う、このキャラクターは。で他のとこ行って重力と転送壁、はい、でリムルの苦手なとこってやっぱ転送壁やから、ここってなってくるとサンザルク桃源郷シャルルマーニュがいます。あ、うん、特にここって、まあ、サンザルク、あ、桃源郷というのも結構新しい音楽になってくるから、そうやね、でシャルルマーニュも新しいキャラクターというところで、そろそろ揃ってきたって感じだね。そうやね、うんうん、だからここの適性もらえそうな感じ、うん、そうなってくると、でシャルルマーニュは壁たくさんくれて火力が出せるキャラクターなんだけど、シンに関しては重力さえまとっとってくれればパカーンって火力出せるキャラクターだから、うん、そういう使い分けっていうかね、うんうん、火力は出しやすいっていう、なんかこうお手軽に火力が出せる、うんうん、っていうキャラクターだから、まあどっちが強いかって言われても正直そこはクエスチョンかなという感じ。クエストの仕様とかでちょっと、うん、こう落ち着けた、なんつうの、こう落ち着けがたいというか、うん、なんというかクエスト次第。はい、じゃあまとめです。はい、重力バリアキラー、あと超バランス型の補正で重力バリアの展開されるクエストの属性倍率の高い高難易度で火力を発揮するキャラクターだと思います、うん、壁 SS ターン短縮を持ち、ストライクショットは弱点に打ち込めば高火力が期待できます、うん、アビリティ対応に転送壁を含む4ギミック対応なので、まあ、今後ねさらに適性が増えるようなキャラクターだと思います、うん、なるほど、うん、まあ、今も使えるところあるけど、うん、まあ、これからも多分増えてくるよねっていうキャラクターだと思います、うん、はい、お次のキャラクターは境界、はい、総合評価の方は B とさせていただきました。あら、まあ、これは使えるクエストっていうところが響いてます。おで、ワクワクの実は過激盛りでいいんじゃないかなと思うんだけど、はい、ひょっとしたらね、うん、場合によっては即必殺かも。で、英雄の証、先見の章、ここはねちょっと一旦様子見でいいと思う、うんうん、はい、特徴の方は帯同ギミックのアビリティが超アンチワープ、アンチ転送壁、アンチブロックとなっております。はい、で闇属性キラーを持ってると、うん、でゲージ倍率保持、 SS ターン短縮、うん、ということでちょっとアビリティの詳細、はい、超アンチワープ、まあワープの数に応じて攻撃力がアップします、うん、6個の時に 1.3 倍、はい、うん、でこれワープの数がもっと多ければ、まあ、火力がちょっと上がっていくみたいな形になります、うんうん、あと闇属性キラーを持ってます、はい、闇属性の敵に対してキラー効果 1.5 倍だから超バランス型ではないから、まあその分闇属性キラーがついたのかなとか、ね、ちょっと思ってたりします、はい、ゲージ倍率保持、これはゲージ外した時でもゲージ込みと同じ攻撃力が出せる、うん、SS ターン短縮、はい、こちらは触れた味方1体につき自身のストライクショットのターンが1ターン短縮、うん、で最大3ターン短縮できます、はい、友情コンボの方はユナイトブリッツ、これ他で持ってるキャラクターって言ったら、まあ、源義経、これが一番イメージしやすいんじゃないかなと思います、うん、なんでかって言ったら、闇属性キラーと光属性キラーで同じスピード型だから、あ、なるほど、もう数値としても一緒、うんうんうん、だからかなりイメージしやすいんじゃないかなと思います、うん、でちなみに義経もあのメイン友情がユナイトブリッツになってます。でサブ友情の方が超絶ソリッドパレット、うん、他持ってるキャラクターでスピード型ちょうどいいのがおりました。おキラヤマト、うん、スピード型って、パワーモードを持ってる、うんうん、で闇属性キラーなんで、まあ、大体キラヤマトの友情火力を想像してもらうといいんじゃないかなと思います。はい、はい、ストライクショット、はい、20プラス4ターンの最大24ターン、うん、一定期間の事業化、そして減速率の緩和、ダメージボール、うん、重力バリア、ワープ、地雷、魔法陣を無効化、うん、そして停止後近くの敵に追撃、うん、うん、チャ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 ゲーンってね、うん、な感じです。でこれやけど一番近いストライクショットって考えるとユニコーンじゃないかなと、うん、ガンダムユニコーン、うん、あれが16プラス8ターンの、まあ、最大24ターン、うん、一定期間の事業化、あっちは防御アップ、こっちは減速率の緩和、うん、でダメージオール、重力バリア、ワープ、地雷、魔法陣を無効化、停止後近くの敵に追撃だから、うん、追撃の倍率とかもちろん違うと思うし、まあ、事業化の倍率も違うかもしれない、継続ターンの倍率、あの
継続とはも違うかもしれないっていうのはあるんだけど、まあ、大体ユニコーンみたいなイメージ持ってもらえればいいんじゃないかなと思います、はい、一応例題としてユニコーンの2段階目のストライクショットは24ターン自強化が 2.0 倍で継続ターンは2巡行動終了まで、うん、多分ね大体似たような倍率ちゃうかな、うん、まあちょっとした仕様が違うだけで結構倍率変わるストライクショットもあるから、ね、なんとも言えやんけど、うん、まあここを基準ぐらいにちょっと一旦思っといてもらえばいいんじゃないかなと思います、はい、また詳しいことはねあの最終考察までに調べたいと思います。はい、はい、じゃあスカルクエスト、はい、豪絶アンチテーゼ、ただ地雷非対応なので気をつけてください、うん、爆絶はナオヒアポカリプス、うん、超絶はゼックス鉱山デミオをヤマトタケルカイなど、うん、近畿が520あと刹那、まあ、EX20 の刹那、うん、なんか古いね。そうだよな、うんうん、今じゃないって感じ、まあ、最近のやつではないよね、うん、し他もキャラクターで全然いいね、ね、うん、感じではある、うん、じゃあ相性のいいキャラクターライバル、ここ結構ね、はい、重要なポイントになってきます。おーワープブロック転送壁、これは星6キャラクター他に存在しません。あ、いないんだ。星5のキャラクターはいるけど星6のキャラクターがいない。でワープブロックの貫通、うん、これジャックスリッパーゲイボルクタージマハルになります、うん、キラーの方タージマハルっていうのは、うん、正直ちょっとやっぱタージマハルの方が上になるのかなと思うんやけど、うん、それ以外やったらこの子の方がちょっと上かなと思う。 SS 使用後とかやったら全然こっちになってくるんじゃないかなと思います、うん、でワープ転送壁ってなってくると、うん、大元気テラスミスになってくるからちょっと忘れとった、うん、ブロック転送壁、うん、ここで速さか、うん、ってなった時にあの火力って考えるとこのキャラクターのスペックってすごい高いわけではないんやけど、うん、要はなんかリムルみたいなこのボーンって抜け取るわけではないと思うし、うんうんうん、コラボのキャラクターの中ではまあまあ中間ぐらいの位置ではあるんやけど、うん、このライバルっていうのが強いキャラクターがあんまりいない。そうやね、うん、ってなってくるともう完全にこの子の、うん、がトップレベルになってくるかな。だからライバルをちゃんと見てみると、うん、あれこいつやばくねってちょっと思った、ね、うん、まとめです、はい、超アンチワープ闇属性キラーでそこそこ火力が出せます、うん、キャラのスペックがすごい高いわけではないんですけど、うん、ライバルと比較すると、ま、トップレベルになります、うん、ストライクショット使用後の一定期間の自強化があるので自強化継続中は特に高火力が出せます、うん、地味に怖いキャラクター。確かにね、うん、しかもちょっと、うん、気になったのが、うん、あの超スピード型で足速いな、はい、うん、に減速率緩和ついてるってなると、うん、よっぽどスピード感のいるようなウエスト。そうやな。いやなんかえそこみたいな、まだ速すんのみたいなとこがあって、ちょっとねやっぱ怖い、存在が怖いなっていうのはある、うんうん、はい、お次のキャラクターは王毅でございます。はい、総合評価の方は B とさせていただきました。で使えるクエスト、ここがね C。 あら、しゃあない、残念よね、うん、ただ最初に言っておきます、今の現段階の評価なんで、あのこれでもスペックは結構高いです。うん、ワクワクの実は過激盛りとストライクショットの短縮系を持たないので、やっぱ即必殺欲しいなと思います、うん、で英雄の証とか先見の書に関してはちょっと一旦様子見でいいと思います、うん、はい、で特徴の方は対応ギミックのアビリティが超アンチ重力バリア、アンチ転送壁、アンチブロックとなっております、うん、あと超レーザーストップを持ち、パワーオーラ、ドレイン M を持っています。はい、アビリティの詳細、超アンチ重力バリアは重力バリアに触れると一度だけ加速します、うん、パワーオーラは残り HP が 80% 以上の場合攻撃力アップ 1.5 倍、うん、で素浴びなんでもちろんね、あの友情にも適用されると、うん、で超レーザーストップはレーザー攻撃を貫通させずに受け止めてプラス HP を回復する、うん、といった形になります。特にあのスクランブルレーザーとか、はいはい、あんなんだと逆に HP ピュッて回復するみたいな感じになります、うん、でドレイン M、 こちらは敵を直殴りです。直殴りをするために HP を回復、うん、で特に反射なんで間とかにパーンってはまった時に、ね、HP ゲッと、うん、回復してくれたりとかします、うん、はい、優勝コンボ、はい、クイックチャージショット、まほらば、あ、そうや、うん、っていうか、まあ、他にもおるんやけどシャルルマーニュとかやから、あ、うん、ちょっとね数字出しにくいと思ってやっぱりねまほろばが一番比較しやすいなということでまほろば出しました。はい、でまあ大きい15万7500ってなってるけど、うん、超バランス型の補正で
一番倍率高いところで 1.54 倍になってくるから、うん、まあ、パワーオーラのところでもすでに上回って、ここに 1.54 倍かかるとやっぱ火力相当出せるなという感じ、うん、ただこの友情って敵が複数体おるところではちょっとあんまりそうだね、うん、使いづらいかなと思う、うん、ただ敵が少なかったりとかボス単体になった時にバーボーンっていくのでまあそういうね特徴を持った友情になります、うん、でサブ友情が防御アップ、おで友情コンボがね 1.25 倍、はい、まあ、ただでさえ友情強いキャラクターだから、はい、これ複数体積むとえってちょっと怖いなと思うんだよ、ね、怖いことですね、なんでこんなもん持っとんのと思って、あいやこれ一体持ち一体編成二体編成三体編成とかでまだちょっと難易度変わってくる可能性はあるかなと思ってちょっと俺ビビッとで、おー、うん、ストライクショット、はい、16プラス8ターンの最大24ターン、うん、自強化弱点露出最初に触れた敵に追撃となっております、うん、まあ、追撃多分直殴りでまあ横ラインでぶった切るジャッキーンっていく感じだと思うんだけど、はい、まあ、横にね多分弱点が出てたらこう火力出しやすいんじゃないかなと、うん、まあ、感覚で言ったらキリエちゃんのストライクショットの最後の追撃あれイメージすればいいんじゃないかなと思います、うんうん、まあこちらはね最初に触れた敵弱点露出を C のバッコンだから、うん、ありがてえ、うん、キリエちゃんの場合は近くの敵に対してだから、うん、ビットンとか行っちゃうからね、そうなんよ俺この前28でビットン打ち込んだわあと待ってもうたってそう、そういうのあるからだからね、うん、使いやすいよね、事故が少なそう、そう、しかも弱点露出もあるからうん、いいね、うん、もう使えるクエストでは絶対使えるみたいな、うん、ストライクショットだなと思います、うん、接待来た時にめっちゃ怖い、そうやね、うん、はい、使えるクエスト、はい、爆絶クシミタマ EX グランディオーソ、うん、グランディオーソも、魔法陣が出てくる、まあ、でもね魔法陣を対応してないキャラクターもともと使ってたと思うので、うん、まあ、そこはねそんな問題ないかなと思います、うん、で超絶になってくるとジョーカーカルマゼクスなど不近畿は9と19、うん、これぐらいしかないね、なるほどね、うん、なんでかさ転送壁抜いたら重力とブロックでしょそうか、うん、それは適性少ねえよなって未来型や、そう、はい、じゃあ相性のいいキャラクターやライバル、はい、でここ重力ブロック転送壁、うん、存在しません、そうなんだね、他いません、そうそうそう、で重力転送壁これマキマさん、おー、コラボスターターパックのキャラクターなんで、そうやんな、うん、うん、うん、そこは、うん、ボンって感じだね、うん、でブロック転送壁これ星6は降臨のマスターアジア、誰、東方腐敗、あ、うん、すごいな、東方腐敗で分かるのすげえな、ドモンの師匠かなんかでしょ、お、そうや、うん、よう覚えとるやん、この間さ、どうでもいい話なんだけどさ、うん、X のトレンドに上がっとってさ、あのほら、なんとかラブラブ、関波ラブラブ天気予報、そう、それが、うん、ってびっくりしてさ、見たら、なんかのアニメでそれ、同じようなことしとって、で、どうでもいい話ね、いや、なんかちょっと待って、俺そっち気になっちゃってるだから多分適正もらうまでに結構時間かかるかも、うん、うん、でもスペック高いよこいつ、そうね、うん、怖いね、じゃあまとめです、はい、超バランス型の補正パワーオーラで殴り友情と火力が出せます、うん、で超レーザーストップドレイン M は高難易度で特に光るアビリティ、うん、ストライクショットも弱点が横ラインにあると火力が出せる仕様だと思います、うん、キャラのスペックは高いんですが現環境ではほぼ使いどころがありません、うん、未来型の高難易度向けのキャラクター、ただ適正もろた時はもうシャレにならんで、これあでも周年控えとるでさ怖いよね、うん、なんか新しいこうなんかが追加された時に、そうやな、例えば天魔の追加層とか ね踊り出るかもしれない、うん、はい、じゃあ総まとめいきましょう、はい、現環境で活躍するのは天馬6のシンぐらいになると思います、うんうん、でも天馬6って言ってもやっぱり上の方って言えば ね上の方だからね、うん、で境界と王旗これは適正クエストが来た時にがっつり活躍しそうなスペックを持っておるかなと思います、うん、なるほど、うん、じゃあ引くべきかってとこです、うん、キャラとしてはやっぱりね上級者向けのキャラクターになるんじゃないかなと思います、うんうん、
高難易度って結構言っとったもんね、さっきからね。そうやな、うん、うん、全般的にやっぱり高難易度じゃない、テンマーもそうだし、うん、うん、3体とも高難易度向けなんちゃうかなっていうのはある、うんうん、で、1個ね、うん、ちょっと皆さんに情報を流しときたいなと思うんだけど、はい、星5の王本っていうキャラクターが、うん、まあ、かなり優秀です。おう、ちょっと触ろうか。はい、これ王本って呼ぶの？そう、うん、神湯と同じ三方向追撃貫通弾を持っとるんやけど、神湯友情ブーストであんだけ強いのよ。ああ、ファーストキラーまで持っとるのよ。で、スピードモードで、まあやっぱりバカバカーといろんな敵に、ね、そんだけ敵にたくさん触れれるわけやから、まあ怖いよね。あ、楽しそうね。ただ重力持ってる、星5制限のキャラクターで、まあ、そこそこ強いキャラクターもいるから、うん、特にウソッと持ってないとか、うん、師匠、どうやったっけ、泉さん、はいはい、泉さん持ってない人とかは、うん、絶対ゲットしといた方がいい。あ、で、余力がある人はラック90もちょっと視野に入れていいんちゃうかな。うん、うん、ということで、まあ、ラック90を狙いつつキャッチできたら最高や、うん、っていうのも一つ案としてはある。確かに、うん、はい、ということでちょっとね、はい、今回難しいから、うん、じゃあ、あの、俺ね、この全力ぶっちぎりとしてどうしようかなっていったところ、これがベストかなと思ってるのが、ほう、スピード型でストライクショット使用後に減速率の緩和を持つ、名前忘れちゃったよ、境界、境界と、うん、高難易度で適性が来ると代用が難しい大きい、ここを2体確保しておきたい。ああ、もうシーンは置いといて、シーンは、まあ、1体でなんとかなるんちゃうかなと。はあ、うん、まあ、キャッチできたらみたいな。まあ最悪ライバル強いから強引にその辺使ってなんとかならんかなとか思っとるけど、大きい欲しい、邪気陰やりたい。あ、おうおう、そうか。いや、案外ゴリゴリのおっさんいたなと思って。いつもなんか見た目結構重視するのに、邪気陰やりたいだけ。あ、そうね。そう、だからここはやっぱスペック高いし怖いなと思ってるから、あのソロでやる人とかはさ、はい、ソロが多い人とかは1体ずつ確保とか、まあ、うん、結構校内でやるっていう人は1体とかでいいと思うんやけど、まあ、うちらはねマルチで常にやってるから、やっぱり2体確保しときたいなっていうのがね、うん、まあ、うちらの本音でございます。なるほど、どうなるかは知ったこっちゃない。はい、そして注意点がございます。お、昨年はですね、月末に超中心さんにアルスランが実装されておると。9月の、お、はあ、そんな時期やったか。おお、終年の直前や。わーお、うん、これ絶対またなんかくれてるな。そう、だから終年イベント前にオーブ使いすぎやんより怖、うん、プラス、うん、あとちょいちょい先月もそうやけど特別なガチャ来てるやろ。はい、これ確かね、ホップステップ限定ガチャ、はい、あれ本来は、え、去年は9月に来て、あ、去年も来てたっけ、来てるんやけど、ね、9月に来てるのが前倒しで8月になってる。ってことはもうちょっと、あ、これ美味しいかもみたいなガチャが、はあ、今回からなんか作られる可能性もあるから、あ、まあ要注意。無料じゃなくてオーブ使う系のやつやね、要注意。うん、とりあえずまず得でも集めよう、みんな。そうですね。まず無料でできることやって、それからね、ちょっと様子見して実際使ってみたとか最終考察とかで、うん、まあ、引くかどうか判断するのが一番賢いんじゃないかなと思います。そうやね、はい、いかがだったでしょうか。よければチャンネル登録、はい、高評価、あとベルの通知などよろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかさ、重力転送壁なんかやたら多くない？ん？持っとるやつ。気のせい？重力と転送壁みんな持ってる？境界は持ってないけど。うん、でも全員転送壁なの。ほんとやね、うん。転送壁時代がとうとう来る。まあ、ずっと言われとるけど、ね。先延ばしになってな。いつから言っとるみたいな。そろそろ転送壁のクエストを来ないとやばくねとか思ってる。あ、増えては来たけどね。そうだね。うん。うん、だから実際減速壁も突然バーってきたからな。そうやね、うん、その感じで転送壁ちょっと周年イベント終わるぐらいからラッシュ入ってくるかもしれない。はあ、はあ、怖い怖い怖い、まあ、とりあえずねガチャ頑張りたいと思います。はい、フルコンボじゃ。
フルコンボじゃん。ああ、そうか。